その2分後にもマグニチュード5.1の地震が発生しましたが、津波はありませんでした。東北新幹線の一部で一時運転を見合わせましたが、すぐに再開しました。また、福島第一と第二原発、小川原発に異常はありませんでした。